だけど、それだけでいい。私の願いだって、あなたは白い心で私の させていただいた曲は、私エリカがソロの時は白黒がコンセプトになってまして、今お届けした曲全部白黒がテーマだったんですけど、分かりましたか？
あれありがとう、聞き方が悪かったね、ごめんね。はい、ということで私エリカはこの後ライブ終了後あちらのテーブルで CD 予約販売を行います。本当に今日見てくださった方で一人でも本当に心に届いたよって少しでも思ってくださった方は本当に一人一枚でも予約していただきたいです。その予約が本当に私エリカにとって大きな力になるので皆さん協力よろしくお願いします。はい、本当にねサビの部分もみんなでこうやって一緒にやってくれてすごいね温かかったしすごい嬉しかったです。はい、ということでこの後私エリカはアニマルビーストとしてここのステージに17時45分からまたここで出させていただくので今のね感じとはまた違ってその時はもうすごいダンスと歌って感じなので今はちょっとゆったり聴いていただいた感じなのでまた違うエリカを見ていただけたら嬉しいのでまたぜひ遊びに来てください。よかったらツイッターもぜひフォローよろしくお願いします。今日は本当に最後まで見ていただきありがとうございました。以上エリカでした。ありがとうございます。